日本神奈川県川崎市多摩区、長尾町尾は、神奈川県川崎市多摩区の町名。現行行政地名は、長尾1丁目から長尾7丁目で、1975年2月1日に、全域で、住居表示が施行されている。郵便番号は214-0023。面積は、全域で1.146平方キロメートル。多摩区の南東部に位置する。 二家療養水と府中街道が域内を横断しており、これを境界として、北側の定地は、河内町尾と、南側の丘陵地帯は、谷町尾という呼び名があり、新編武蔵フード機構にも記されたほか、平成に至っても、なお通称として使われている。一帯は、住宅地となっているが、観光目的の果樹園も残っている。また、二丁目にはかつて、 向こ岡丘遊園が所在したが閉園となり、後地に、藤子、F、藤尾ミュージアムが開設されたほか、残る山林や、バラ園は、幾多緑地に組み込まれる計画となっている。長尾は、北端で、宿河原と、東端で、高津区城作のべと、南端では、宮前区の平、五所塚、新木本町と、西端では、東幾多と接している。当地からは、 旧石器時代の石器や縄文、弥生時代の遺跡が発掘されるなど、古くから人が暮らしていた土地であり、平安時代の創建と伝わるほか、鎌倉時代には、源頼朝の弟である禅城が印主となった、遺構寺も所在していた。ただし、これらはすべて丘陵地帯の側にあり、後の河内長尾は、玉川の流路となっていた。戦国時代には、 北条氏康による、印判状が、長尾百姓中宛てに出されたほか、小田原州所領役長にも、稲毛長尾村の形で登場するなど、ご北条氏の領地であった。その後、小田原征伐に先立ち、豊臣秀吉から、長尾村などに金星が出されている。江戸時代の初期には、旗本の村上氏、大河内氏、木造氏の三級の地となるが、後に天領となっている。 玉川の流れが北へ移ったことで、河内町尾の地が生まれ、二家粧用水も作られて、神殿開発もなされたが、もともと玉川であった土地のため、氾濫にたびたび襲われた。農地としては、頼り畑が多かったが、谷合に棚田も作られた。農産物としては、穀物以外に、明和年間以降に、さつまいもが作られ、幕末には、養蚕が行われたが、 関営以降には、貨幣経済に組み込まれ、農地の出入れや、農館の余業として商工業に従事する農家も、現れた。明治時代にも当地は、農地としてあり続けたが、都市化する東京の近郊として、果樹栽培や落農、都内向けの天然氷の生産、対象に入ってからは、野菜作りも行われた。昭和に入り、小田急線の開通とともに、 向ヶ丘遊園も開設された。行政上は、町村制の施行に合わせて向ヶ丘村の一部となり、後に、川崎市へと編入された。戦後には当地に、宅地開発や、東名高速道路の建設など、開発の波が押し寄せ、風景も一変していった。そんな中で、遺跡も多数発見され、中には、 東高根森林公園などのように保護される事例もあった。川崎市が政令指定都市に移行した際、当地は他の旧向こうが丘ソニー域同様に高津区に所属したが、住民の希望により一部が多摩区へと編入され、同時に住居表示が施行された。これが現在の長尾であり、高津区に残された側は、 宮前区へ分区されるのと同時に住居表示が行われ、長尾の名は消滅している。詳しい由来は不明であるが、文字通り、超尾を根に由来するものとも考えられている。新編武蔵フード機構には、かつて、長岡村と称した、あるいは、長岡ゲ虎が、当地に来たことにちなむなどが書かれているが、これらを裏付ける根拠も存在しない。長岡村を、 長尾影虎にちなんで、長尾村に改めたとの村人の言い伝えは、長尾影虎の行軍は、永禄三年であり、永禄二年改定の小田原御家人所領役長に、稲毛長尾村が登場するため、新編武蔵風土ド機構の筆者も、長尾影虎由来説は、疑問と記述している。新編武蔵風土ド機構、長尾村には、以下の地名が記述されている。商名雪が坂。 村の西。狐坂、村の東にあり。大師穴、谷町尾にあり。九百七十五年二月一日に住居表示が施行される前の町、字は次のようになっていた。なお、突起のない場合、拡張目に含まれる施行前の字は、それぞれその一部である。なお、この住居表示の施行と同時に、長技新川の一部が、宿河原座参考地。 アザン高地へ編入されている。2017年12月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。当地にはかつて小田急電鉄の向ヶ丘遊園モノレールがあり、向ヶ丘遊園専門駅が設置されていたが、2000年に休止、翌年には、 正式に廃止され、当地を通る鉄道は減損しない。なお、行きではあるが、徒歩県内に、宿河原駅などが所在する。向こうが丘遊園駅と、梶ヶ谷駅や二子玉川駅を結ぶバスや、上戸り駅と川崎市バス、菅尾営業所を結ぶバス、道駅と藤子、F、藤尾ミュージアムを直行するバス、久慈駅上戸り駅と紫陽花寺を結ぶ。 調備台コミュニティバス味最号が当地に乗り入れている。長尾神社。ありがとうございます。